まあ、好きなポケモン何ですかと聞かれたときにね、僕がトロピウスっていうのはもう完全に癖なんですよ。やっぱり、何とも言えない首長フォルムといい、謎に首についたバナナといいね。最高のフォルムじゃないですか。伝説ポケモンでも順天でもない、ただの安売りで出てくるポケモンなのに、ゴツさ。それがトロピウスの良さです。はい。で、僕昔、トロピウスに惚れたことがあったとき、もう本当に一目惚れしたのが、昔ポケモンセンター行って、トロピウスをもらったときね、親名がしょこたんの。トロピウスもらってから僕トロピウスに恋をしました。恋しちゃったんだってやつです。もう本当にトロピウスはね、フォルムといい、見た目といい、何もかも全て、もう癖に刺さりました。で、もう一つ、そのトロピウスが大好きになったのには理由があって、ダイヤモンドパールの方で、トロピウスって確か痩せで出ないんですよ。だから当時の僕からしたら、トロピウスがクソレアなポケモンに見えたわけ。痩せで出ないから、ダイパで。ルビサファイアで、ね、出てくるけど、でも、プラチナは確か出んのよ。サファリパークでトロピウス確か出るんですよ、プラチナは。でも、ダイヤモンドパールって確か出なくて。だから、当時、ポケモンセンター行って、トロピウス配布もらった時に、なんだこのクソレアポケモンはっていう感覚だったのよ。かっこよすぎるっつって。それで一目惚れして、トロピウスをもう死ぬほど使いまくって。で、結果トロピウスめちゃくちゃ好きになって今に続くって感じ。トロピウスマジでいい。あいつは。僕多分草ポケモンがね、好きなんだろうね。もともとね、僕の好きな色が緑色だからっていうのもあるかもしれないけど、好きな色緑色なんですよ。だから勝手になんか、そういうの生まれるのかもしれないけど、好きなポケモン草タイプになりがちなのかもしれないけど。まあそういう思い出があります。